現在全国で認知症の人の数は600万人を超え、高齢化社会が抱える大きな問題の一つになっています。今回のこの街に会いたいでは、認知症の方が自分らしく安心して暮らせる地域を目指す山口市の認知症支援の輪をご紹介します。大木さん、高齢化が進む中で認知症の方の数も増えていますか？はい、2025年に山口県でおよそ9万人、65歳以上の方の5人に1人は認知症になると言われています。ということは、私たちも認知症になるかもしれないということですよね？はい、認知症は脳の細胞が減少したり働きが悪くなったりする病気で、誰にも起こる可能性があります。認知症は様々な原因で脳の動きが悪くなり、物忘れや時間、人や場所が分からなくなります。記憶力や判断力が低下し、日常生活に困りごとが出る状態です。もし認知症になったら、やっぱり不安ですよね。はい、自分自身や家族が認知症になったとしても、本人自身の工夫や周囲の理解と協力があることで、自分らしく日常生活を送ることができます。本人の視点に立ち、思いを聞くことが大切です。阿部俊明さん、63歳、山口市で保育園の園長を務めてきました。しかし去年3月、30年勤めてきた保育園を閉じることになりました。阿部さん、今日どこに行かれるんですか？礼拝です。礼拝、日曜日は、ええ、はい、今日は午前中勝負です、メーカーねと。日曜日の朝は教会へ行く準備に追われています。忘れ物ないですか？忘れ物はね、基本的にはないはずだけども、これでいいかな。何を探してるの？説教入れた。え？説教入れた。あ、入れた。はい、あ、レコーダーは入れた。阿部さんは教会で34年間牧師を務めています。しかし5年前、阿部さんが57歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断され、人生が一変しました。若年性認知症と診断された時のお気持ちはいかがだったですか？って感じで、あんまりですね、ショッキングなことではなかったです。まあ、思い当たるといえば、遡ってね、結構いろんなことを忘れてたから、そういう人間なんだなっていうくらい。阿部さんは月に一度、山口県立心の医療センターで診察を受けています。結構側頭葉の内側はそんなに萎縮してないんですけどね。その今だいぶ萎縮してますね。全体にちょっとですね、萎縮傾向はどうしてもあるんですね。でもまあ本当、できるだけ今のね、状態を維持していただくのは本当大切かと思いますね。18歳から64歳までに発症する若年性アルツハイマー型認知症。脳の神経細胞が壊れ、脳が萎縮することで認知機能が低下し、体を思うように機能させることができなくなります。
これで良くなるというようなそのものは何ですか？まあ、できるだけ、まあ、今飲んでいただいたお薬でね、少しでも進行を遅らせていこうっていうのがね、やっぱり大切ですね。現在日本ではアルツハイマー型認知症の治療薬はありません。阿部さんは毎日認知症の進行を遅らせる薬を2種類飲んでいます。今5年経過していますが、暮らしに変化はやはり出てきていますか？だんだんできなくなっていることとしてしたら、段差 が厳しかったりすることで、歩く足元に気を使ったりっていうのはありますし、布団に横たわるっていう時に、あれ体をその横たえかけるんですけどもね、ストップしてしまって、どうやったらちゃんと横になれるだろうかってね、これはその時じゃないと、そういう人じゃないと分かんないようなものだなっても思いますけども。年々認知機能の低下から日常生活の中で手助けが必要なことが増えてきました。あのね、時間は計る、できるけど時間がかかるというか、ってなんか悩むからかな。考えちゃうって。どうすれば分かる、できるか分かってるんですよ、なんて、それをどうやってやっていこうかというか、体がもうね、日常のように覚えてるようなことを改めてやると、すごくなんか悩ましい感じで、どうしたらいいのかって。阿部さんは月に一度認知症の方やその家族が集まるカフェ富士野で同じ悩みを持つ人たちと交流する機会が増えてきました。カフェに行くのは楽しみですか？楽しみです。もう細かなこと言ってしまえばキリがないぐらいなんで、いろいろと楽しみが、増えたなというか、つくづくと実感しています。本当に ありがたいなと。でもすぐに飛び込めないものでもあるなと。主人がその発信したいっていうのはそういうところにもあるのかな。何か飛び込めないでいる人に教えてあげるというのもおこがましいですけれども、何かこうそういうところに力になれたらいいなっていうことを言っていましたから。認知症の方たちの中から認知症と共に生きる希望宣言が出されて4年。阿部さんも自分のありのままを伝えたいと、自ら病気と向き合う姿勢を発信することを決めました。ひょっとしたら周りに、自分の弱さのゆえにですね、なかなか出向くことを拒否するような方もいるかもしれませんけども、でも決して、その第一歩は難しいかもしれませんけども、第一歩を踏み出した時に多くいろんな人たちに迎えられていくという現実がありますから、知り合って助け合って学び合って、いつしか認知症というような言葉すらですね言い合えないような、ちょっと忘れっぽいやっていうぐらいに収まっていく関係がですね、ざっと広がっていったら違ってくると思いますから。阿部さんの発信は地域の認知症支援の輪を広げていきます。山口市では職員に対して認知症の症状や関わり方について学ぶ認知症サポーター養成講座を開いています。ある日突然ということはないですから、だんだんできなくなってくるということもありますので、ふと昔のことを思い出したら、確かに昔はもっとよくできていたなというような感じで。認知症と診断されて5年、阿部さんを支える妻の孝子さんも
安心して生活できる接し方を心がけています。できなくなることをとか、ちょっと困っているところを先走ってこうやるんじゃなくって手伝ってっていうところをちょっと手伝うようにはしています。特別なことはないんですけども、もうもっと言ってしまえば言い方一つですね。何っていうような感じじゃなくって、どうされましたかっていうその優しい一言があれば、こちらも落ち着いて答えることができるんですけども、ちょっとした言い方一つで緊張しているような状態から解放されるっていうことがあるなと思いました。認知症の方へ特別扱いしてほしいわけではない、普通に接してほしいと胸の内を話しました。まあ、今日安倍さんのお話を聞いてすごい前向きなお話をされていたので、みんなで支えていこうという前向きな印象に変わりました。窓口とかで市民の方と接することも多いので、まあ、その中で、まあ、優しく接するというか、まあ、相手の気持ちを汲み取って接していければいいなと思ってます。認知症の方やその家族を温かく見守る応援者である認知症サポーター、認知症に寄り添い支え合うコミュニティが必要になってきます。認知症って聞いた時に思い浮かぶものとはちょっと違うんだよっていうところをみんなが知って、社会全体がこう変えていくっていうか、ものなんだよっていうところをやっぱりより多くの人に知ってもらうっていうのは、意識を変えていくことになればなっていうことを思います。本当に世の中全体もそうかもしれませんけども、すごいものとして向き合ってる世の中は、でも実際はそうじゃない、普通の人と向き合ってるんだよっていうくらいに感じていただければいいんじゃないかなと思いますね。認知症サポーターの輪は教育の現場でも広がっています。みんなからは信じられないかもしれないけど、時間も忘れてしまう、今日が何月何日かもわからなくなってしまう、何か計画を立てて何かをするっていうことが難しくなってきます。認知症の母親を介護してきた経験を持つ峰典子さん、地域全体で認知症をサポートすることが大事だと言います。今日からみんなは認知症サポーター、ね、認知症の人の応援者です。笑顔、挨拶、それだけでも認知症の人、そして認知症でなくてもお年寄りの人にも、それが一番私は心の救いになるわけです。家族の人とかが認知症になったら、今日教えてもらったことをその実際に行動できるようにしたいと思いました。こんにちはとか挨拶をしたり優しく接したいなと思いました。地域に広がる認知症への理解と支援の輪、誰もが寄り添うことができる地域づくりを目指します。万事さん、今日は認知症に関するさまざまな取り組みをご覧になられいかがでしたか。はい、まずはやっぱり人ごとではない認知症について私たちが正しく知るということが大切だと思いました。そしてもし今認知症でこもっている、孤立している、孤独に感じている人がいたら、ぜひ一歩出てほしいなというふうに思いました。ありがとうございます。認知症は誰もがなり得る可能性があります。認知症になっても一人ではなく支えてくれる人は必ずいます。認知症の人や家族の声をよく聞き、状況に応じた取り組みを行うことで、その人らしさを大切にできるようなまちづくりを目指していきたいです。自分らしく安心して暮らせる地域を目指して、認知症への理解とご協力をお願いします。